ブエナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、ということで今日も G1 クライマックス29の振り返り行ってみたいと思います。今日はついにやってきました、A ブロック B ブロックの最終戦が行われる日本武道館での試合でございます。まずは 8.10 A ブロック東京日本武道館での振り返りですね。対戦カードはこんな感じ。はい、まずはイービル対ランス、そして真田対ファレ、そしてケンタ対ザクセイバージュニア、そして棚橋宏対オスプレイ、そして岡田対イブシコータということで、でまあこの時点でですね、 A ブロックはですね、もう岡田和親対イブシコータの試合の勝者ですね。まあ岡田は引き分けでもいけるんですけどまあその勝者が A ブロックの優勝決定戦進出者に決まりますよという流れが出来上がっていました。はい、ということでですね、まあ結果としては、まあこの試合ね、一応なんだかんだあるんですけど、 A ブロックまあ簡単に言うとほとんど消化試合ねなってました。でまあ前日の予想でもですね、例えば私もイービル真田、まあこの辺例えば相手がランスとファレなんですけれども、まあもう優勝決定戦進出に絡まないですからね。以上星取り表の関係でイービル真田ね負けるんじゃないかって思ってたんですよ。だまあ見事に負けるというですねなんだこの予定調和感みたいなね、感じになってますけど、まあランスはねトータルでも勝ち星がちょっと少ないんで、もっと他のところで勝って A ブロックの混戦状態に持ち込むシナリオを作ってもよかったんじゃないかなというふうには思っています。で、ファレはね、後半の2試合ですね、棚橋戦、まあ、ケンタ戦からか、ケンタ、棚橋、この真田戦で、意外と器用な技で勝っちゃうっていう、丸め込みとかね、抑え込みとかね、そういうので勝っちゃうっていうですね、まあ、なんか、どうなんファレみたいな。ランスに持ってかれてるやんみたいなところありますから、ぜひ頑張ってほしいなというところありますけれども。まあそして、まあケンタ対ザック・セイバージュニアということで、もうね、まあケンタ選手ね、もう正直言うとね、まあどうでもいいかなっていうね、もうヘビー級のトップ戦線の器ではないですよ、ケンタさんというところではあります。またケンタファンから怒られそうですけど、まあ残念ながら、この9試合ですね、例えばザック・セイバーと、は、旧知の、まあ、ノアでもやってたみたいなんですけど、まあ、そんな状態でも、あんまりスイングしないっていう感じを見るにつけですね、まあ、で、9試合やってきたわけですけど、っていう感じでしたね。なんか、って、やっぱ、僕はずっと言い続けてますけど、リハビリが必要だったら G1 出てくんなって思ってるんで、はい、G1 はリハビリの場じゃねえぞっていうね。感じはすごくしてますね。はい。そして、まあ、棚橋宏対、オスプレイね。いやー、もうこの試合もさ、もう、オスプレイがさ、もう、試合前のコメントとかでさ、もう、棚橋ありがとうみたいなこと言うわけ。棚橋宏は今まで身を粉にして、簡単に言うとね、新日本プロレスを支えるためにね、頑張って戦ってきてくれたみたいなこと言うわけ。で、それは、もう、次の世代に託してほしいみたいな、ね、オスプレイ言っちゃうの。もうこのオスプレイの男気を、それも泣けるよね。それも泣けちゃうわけ。しかもジュニアでそれを言っちゃうっていうところがね、やっぱオスプレイもかっけえなーって思いながらね、まあ見てたところなんですけれども、で、まあ実際オスプレイが勝つというところでですね。まあ棚橋さんね、わかんないですけどね、まあ、そら、僕、皆さんご存知でしょ？僕ね、うがった見方しちゃうのね。プロレスね。あんまり言うほど素直に見れてない、見ないのね、僕ね。だからわかると思うんですけど、まあ、棚橋さん結果的にですね、本体組にしか負けないみたいな、なんていうんですか？まあ、アクシデント的なとか、星取り表的な星の、精査でっていうところで、ファレに負けたりとかするんですけど、まあ、要はメインどころで言うと、イブシコータとザックにしか負けてないみたいなところなんですよね。簡単に言っちゃうとね。ただ、まあ、岡田ね。で、イービルと真田には勝つみたいなことなんですけど、もう、正直言うとね、棚橋さん、やっぱりこの、
まあ、コメントでも言ってましたけど、いろんなやつが俺に引導を渡しに来るみたいなね、ことを言ってたんですけど、僕はね、この、もうこの結局イブシとオスプレイにも負けるっていうんだったら、まあ当然以前真田とイーヴィルに負けてるってあるけど、この G1 で僕は棚橋さんに言っちゃ悪いけどそういう役目をしてほしかったなと、こういう風に負けるんだったら、オスプレイにもイブシにも負けるっていうことをするんだったら、真田にもイーヴィルにも負けて、要はネクストジェネレーションってことですよね。次の世代のメインどころには、正直言うともう全部負けてほしかったなという風には思っています。はい、ね、まあそうしていただくことによって新日本プロレスが、まあ、イブシコータは優勝の時に言いましたけど、次の時代にっていう風に言ってましたけど、まあ、その象徴的なものとして今回の G1 クライマックス29の A ブロックはそういう象徴が作れたんじゃないかなというふうには思っているんですよ。なので、まあ、こういうオスプレイとか結局イブシとか、まあ負けてもいいかなみたいな、そんなことはないと思うんですけど、棚橋宏が、自分自身で負けてもいいかなって思う相手にしか負けないとかっていうことだったら、そういうのはね、ちょっとやめてほしいなという、やめてほしいなというか、イービルとか真田にも負けといてほしかったなというふうには思っています。うん、またこれ、棚橋ファンには怒られそうですけど、はい。で、まあ、岡田対イブシということでね、まあ、この試合もね、お互いの、必殺技を繰り出すという展開で、岡田のレインメーカー、いぶしの、神声っていうね、神声2発とかね、かましていくっていうね感じね、あ、2発だったっけ、うん、まあ神声をねかましていくっていう形で、まあでもこのここまで結局その岡田といぶしの直接対決でってなった時に、まあほとんどの確率としてはね、もう、いぶし選手がね、もう行っちゃうでしょうっていうのはもう、なんていうか、大体のみんな分かってたんじゃないかな、みたいな感じはします。で、僕も、まあ、いぶしだろうなと思いつつ、岡田がなんとか頑張れよ、みたいな予想をね、したわけなんですけれども、まあね、まあ、A ブロックは分かりやすい結果に、最終的にはなってしまったかなというところでございますね。まあ、結果、試合結果ね、イブシ選手が抜けていくというところで、まあ、優勝決定戦のね、試合までどうなることやらというところでございますが、まあ、A ブロックね、皆さんそれぞれ、いろんな楽しみ方をされてきたのではないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ皆さん、この A ブロックの総括、ね、皆さん、なんかコメント欄とかで、A ブロックはこんな感じで僕は見てましたよとかあればですね、コメント書いていただければいいのかなというふうに思います。まあ、続いて、次の動画では続いて B ブロックの優勝決定戦進出者のね、話、B ブロックの流れ、まあ、そういったところの話をしていければなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。